どうもエルザです。それではペーパーマリオクラフトキングやっていきたいと思います。じゃあ戻りましょう。ちょっと居眠りしてたね、放置してたね。さあノコノコたちが戻ってきてたが、カロンがいる。ありがたや。一応叩けるんだね。おお、こっちも叩ける。チリチリン。あら、この辺りいるってことか。バリバリ稼ぐぜー。お、いらっしゃいませ。ああ、やっぱそれなりに値段は。あ、ありがたい岩は買っとこう。さあ、ありがたい岩ゲッチュー。で、一番右のキノコが気になるね。なるほど。これだよ。私はキノコじゃありません。キノピオです。キノコに言われたらキノピオだったのね。さあ、お土産も買っちゃいな。さて、君は？おみくじ。まあ、せっかくなんで引いてみますか。何が出るかな。じゃん、出ました。拾い物があるかも。中吉。あったね。拾い物があるかも。速攻あったね。営業中。はあ。一応この辺りもあるらしいけどね。HP がアップして本当強くなったか見てみたいです。今でマリオさんならクリボークレハンマーか踏みつけるだけでバトルせずに。へえ。HP 上がるとそういうことなの。あ、本当だ。おい。へえ、すごいすごいすごい。おお、おお。トン。そりゃ走るわな。水場のクソ力で水を走ったなんて自分もびっくりです。いや、すごいよ。意外とこうやって歩いてるとチリンチリン言うから、あ、いたね。意外とこう隠れてるね。お腹が空いて力が出ません。まあ、キノコがキノコを食うて共食いじゃねえか。疲れましたけど、止まらないんです。そしたら、あれだね、上の方に、行かないといけないんで、一回、どっちが早いかな。戻ってワープした方が、いや、あ、うん、戻ってワープした方が早いね。じゃあちょっと、街に戻って、ワープしたいと思います。さあ、戻ってきました。見晴らし山。ひえ、この俺しつこいです。誰か助けて。戦う方か。ああ。まあまあ、しゃあないしゃあない。嫌な組み合わせだね。でもこれさ、確実に、アイアンブーツじゃないとダメだよね。さあ、ボーナスゲッチュー。さあ、キノピオさん、これでいいかな。これで終われる人生おさらばです。さあ、回復もしたんで、登っていきましょうかね。さあ、神の力使えますか。あ、一応スキップはできるんだね。ムービー挟むけどっていう感じか。じゃあ、スキップ。よーし、盛り下げますわよ。音楽は超アゲアゲやけど、関係ないんだね。動きは下に下げてるもんね。さあ、
成功。ほーら、綺麗に盛り下がっちゃいましたわ。じゃあ、入りましょう。盛り下げ上手って、致命的だよね。さあ、見晴らしタワー。バナナ。あれは落書きなのか、そういうセンスなのか。キノコもありますわ。あ、違う絵か。すっごくリアルで間違えちゃいました。リアルね。さあ、おっきな穴がスカスカ開いてますが、紙はたくさんいるね、確かにね。どう？ギリ。おお、とっても大きな穴だったけど、なんとか塞がりました。お兄さん。これもしかして兄上のお顔かしら。わあ、とってもお上手。壁の絵と同じ方が描いたんですよね、きっと。兄上？これってもしかして。兄上を知ってる誰かが描いたってことかしら。ほう。まあ、引っこ抜こう。痛い痛い、無理に引っ張って破れちゃいます。綺麗に挟まってたね。助けていただきありがとうございます。マリオさん、見晴らしタワーへようこそ。最上階の絶叫をぜひお楽しみいただきたかったのですが、体がカクカクで大きな口でいろんな牙が生えた怪物が。バタポスいいのか。怪物、それってやっぱりアニメの仲間かしら。へえ。お？マジで？くるくる巻きの癖がついて巻き髪になっちゃいました。3人同時で喋ってたから何言ってるか分かんないって感じだね。レジからお金ってなかなかひどいね。お、これは一日中立ってるだけなんて、なんて退屈なんだ。タワーって我慢強いな。確かに。見晴らしタワーへようこそ。お腹が空いたら2階レストラン。レストランあるんだ。君は？ここはお土産コーナーです。とはいえ、お土産品じゃマリオさんでお役に立てませんよね。代わりにおやつのキノコを売りします。ごめん、そこからお金取ってしまった。あら、まだいそうな感じの音がしたけど、気のせいか、反対側かな。あ、でもこの付近だね。おお。目が回ってしまいましたが、ちょっとしたアトラクション気分で楽しかったです。髪がない。そしてこの辺りにあと一人いるけど、まあ行くか。ねえマリオさん、エレベーターといえば私やってみたいことがあるんです。ほう。コホン。それでは、はぁ、上へ参りまーす。まあ、小さい時やるよね。まもなく、4階展望フロアでございます。はい、どうです、マリオさん。私、一度でいいからエレベーターガールやってみたかったんです。紙テープの帰りは下へ参りまーす。やりますね。おー、ぶな！あー、危なかったですわ。まあ、帰りできないね。これ何かしら、とんがった棒みたいな。どうしよう、これじゃエレベーターガールができないですわ。
マリオさん早くこの危ない棒、あ？っていうことは？この危ない棒を、なんとかしてくださーい。なんとかね。でもさ、これさ、展開的にさ、落ちるよね？下へ参りまーす。まあ、紙だし、大丈夫でしょう。痛い。まもなく4階だったのに、一気に1階まで参っちゃいましたね。参った参った。おお。ウェーブ戦。いや、まとめてこう。めちゃくちゃいるなぁ。だよね、多分整列普通に失敗するな。だよね、パタパッ、まあいっか、整列終わり、しくったな。とりあえず、敵は選べないんだね、やっぱね。叩きますか。さあガード成功。さあこのまま。まあ多少はやっぱ攻撃力は上がってるね。一応ゼロに収めることもできると。いや、俺意外とこの並び替えは苦手かも。やってて思うけど、前回のボス戦からやっぱ思うけど、苦手なんだなって思うね。あ、これね。よかった、気づいてもらえた。この絵すごくうまいですよね。何描いてんだろう。確かにね。じゃあ行こう。もうどっちみち、そうだね。これ用で紙が手に入るって感じか。ギリ。さあ、2階レストランに行っちゃいましょう。結局、階段だよね。開ける。おお。あらら、上に行く階段がスッカスカのスカですわ。これはカミピラがたくさんいるかも。確かに。マリオさん、ちょっといいですか？そこのレストランで飲食店にあってはなり大惨事が起きようとしています。ほう。このままではおそらく恐ろしくてキッチンになっていられません。ああ、恐ろしい。大戦地が去って教えていただけないでしょうか。もちろんお礼はいたします。絶対これあるよね。ハテナブロック回収。 OK。 これむごいな。あ、後ろのキノピオもね。え、これ私全然似てん。私赤じゃなくて青です。怒るところも違うんだけどな。さ、ゲット。さて、
第3次で、レストランね、これ誰が書いたんだろうね、ほんとね。めっちゃ泣き顔なってる。キノピオの顔が描かれてた。第3次ね。さあ、おお、回復した。しかもコイン払わずに勝手に食べちゃったけどいいのかしら。確かに。ほい、首がちょっと痛いです。折り紙兵のやつらが生活の基地、あんなこと、ああ、いい、これ以上怖くて言えません。あんなこと何したんだろうね。まあ、お宝はないみたいだし、これね、意外とね、反対側とかあるからね。あ、いたいた、その辺りにいるよって感じなんだね、裏にもね。片付けは突っ込んだらいいってもんじゃないですよって。人参。私の体重バレちゃいました？あ、見てねー、後で見直そう。お、生ゴミと一緒に捨てるなんてひどいです。まあ、キノコだもんね。読む。キッチンは清潔に、手を洗おう。生ゴミの放置禁止。生ゴミ放置されてたからか。はあ、開ける。うわー、それは嫌だな。お前ら、お前ら G と扱い一緒じゃねえか。マジか。あ、上にいる。お前も。ダメージ1入るのはハンマーじゃダメってことか？いていて、いて、いていて。犯人お前か。ほう。あ、それはちょっと早すぎた。これは、あ、普通に渡れるじゃん。にゃう。ちょっと待った。あのキノピオどうにかしたい。音楽もね。よし、これで OK。ここから折り紙兵に投げ入れられたんですよね。ひどいです。投げ入れたの？いや、ほんといい腕してるよ。あとは？隣の部屋ってこと？あ、いたー。この野郎。扱いが、お前らも雑さ加減がすげえな。いて。ほい。いたね。こうか。あとは？あ、いたいたいた。ほう。あ、いたね。マークになってんじゃねえか。お前食われるぞ。これでオッケー。レストランがめちゃめちゃです。確かに。いやー、まさかね、クリボーの扱いがそういう感じだとは。だ、クリボーって何者なんだろうね。もう恐ろしい気配がしない。もしかして大惨事を解決してくれたんですね。もちろん。ありがとうございます。こちらお礼の紙っぺらのみじん切りです。
さあ、これで前回。いやーいやー、ボンミスが。最後の1回もったいなかったな。おお、これで3回開けたいけど先にぐるっとしたいよね。あ、絵が描いてある。馬だ馬。すごい、回った甲斐あるな。そして行き止まり。あー、こういうなんかあるよね、紙かなんか書いてね。でも絵の描き方が繊細でいいな。ああいう絵描きたいね。じゃあ開けよう。あれ開かね。でも開かないみたい。ということは？え？なんか上やべえな。鉛筆、鉛筆、鉛筆。ほ。開かないです。はいはい。はいはい。お。どういうことだ？当たるとダメ。ちなみに、叩いてもダメ。避けなさいっていう感じか。お、お。へへー、どうだい？そんなもん。おい、いてっ！行ったそうか。まだあの棒どっか飛んでくるか。危なすぎますわ。ほんと危ないね。え？私の顔何かついてます？ははははは。ほい。おお。絶対こうでしょ。違う。ならば。くっ、いかねえな、あそこ。抜けない。となるとこのなんかないかな。きた、たまたまやったね。危ない危ない。てかそれが壊れるぐらいってどんだけ強いのかっていう話だけどね。来た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 。おーおーおー。はいはい。はははは。破れたり。よし。いやー、コインゲット。コインは取りたい。これここいたら、おお、マジか。やべ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 。いやー、安心しきってたら全然やったね。ボスえぐいな。登る。あー、偉いね。ここは当ててこないんだね。お、横来た。やばい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 。早く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 。数数よ、数。逆にあの精度やべえな。あ、4回ここで刺さったんだ。100。100？ 100まで行くんだね。ん？チリンチリーンと音がしたね。ま、セーブして、上行こう。テープ発見ですね。元あった場所と。赤テープはここから伸びてたのね。アニメのマークがついてるから多分そうかもと。わかりやすいマークだね。あれを壊すはいいのかしら。ジャンプでガツンとやっちゃいます？はい。寄り道はさせてくれないと。ドン。
ダメだね。ジャンプに気合が足りないのかしら。どんだけや。おー。危なかった。棒が本当にしつこすぎ。確かにしつこいね。惜しい。もうちょっとで当たったのに。あ、すげえカラフル。え？ってことは、あー、そういうことですか。色鉛筆入れ。ミサイルアーティスト、色鉛筆。あー、テイストよね。ここまでたどり着くなんて、なかなかやるざんすね。そういう口癖ね。ミーは文房具団の偉大なアーティスト。ジャン・ピエール色鉛筆、十二星ざんす。赤の紙テープを守るのが、オリー様に託されたミーの大事なお仕事。お前みたいなペラペラは華麗なミサイルアートでボッコボコにしちゃうダンス。文房具団。ジャンピエ、ピエ。ああ、もう覚えな、もう長くて覚えられない。ただの色鉛筆でいいわ。やっぱり兄上に言われて私たちの邪魔をしてたのね。てか折り紙に文房具ってまた組み合わせが面白いね。絵がちょっとかなり上手だからって調子に乗らないで。このマリオさんはとても強いんですよ。あなたなんてポコポコですわ。それで私はマリオさんのおそばに応援しちゃうかしら。ポコポコらしいです。さあ、意外とボスの間隔が短かったね。色鉛筆12色。ペラペラなお前の体をキャンバスにしてやるざんす。ああ、で、12世ね。箱って、鉛筆の箱。あ、蓋はかっこいいかったね。赤色好きなんで。やべ。ロックオン完了。あら、魔法陣。光が消えてますわ。お休み中なのかしらと。オンスイッチ。そういうことね。そしたら。まずは、進めるようにしたいんで、いけないね。攻撃になったけど。まあ、次でいけるだろうね。全部外しちゃった。とりあえず、ハンマーで様子見よっか。へし折ってやる、そいつ。11。さあ、敵のアクション。どういう攻撃？よし、残ったミサイルおまとめても見えないザンス。やめてくれ。やべえな。刺さる刺さる。刺さってるだけで痛いって。いやいやいや、ダメよ。みんな良い子は投げたらダメだからね。ミサイルはまだまだいくらでもあるザンスよ。リロード完了。その色鉛筆全部奪ってやろうか。めっちゃ撃ったな。で降りて、で、戻れない。こうして、こうだね。さあ、走って。おいしくったわ。ちょっと、それ一回、蓋閉じて。あ、痛いんだね。アイアンブーツ履いてやってみようか、次。ガードガード。おい。3、4、5。足だけじゃなく、頭もだいぶ硬いんだね。さあ、リロード。さあ、矢印をつなげろ。まず横にグーって行って、まあ、特に、なんかゲットしたいかって言われるとないし、こんなもんでいいかな。さあ、回復。ミサイルのターゲットを避けて、色鉛筆の背後に回り込み、ハンマーで蓋を叩くと、こう。さあ、マリオのアクション。紙の手。
おお、そういうことね。ミサイルを引き抜こうって。無理無理。さあ、ヒントが聞けただけ。よかったね。めっちゃ飛んでくる。じゃん。か。よ。と。こ。じゃあ、背中でやるね。背中行ってハンマーだね。ああ、オンに一回しないといけない。これをこうしないといけないのは間違いない。スタートして、あ、意外と。これでいこう。さあ、オンにして、さあ、その背中、叩かせてもらうよ。閉じろ。よし。さあ、敵のアクション。うわ、閉まった。蓋が閉まった。もうミサイルが止まらないザンス。お口の中でミサイル大爆発ですわ。あのおしゃべりなお口も中は意外と柔らかいのね。まあ、確かに、プラスチックだしね。で、この状態で、神の手を持ってきて、宝箱、開ければ、これでいいかな。まあ、シンプルに考えるのが一番だね。ミサイルがない、今がチャンス。口の中を狙って攻撃しよう。ただし、近づきすぎると危ないよ。近づきすぎると危ないよ。さあ、神の手。魔法陣発動。さあ、そんなの無駄無駄。さあ、敵のアクションガードパス。おお、そういうかね、近くにいたら噛みついちゃうぞ。とりあえず背中取って中攻撃してっていう繰り返しか。魔法陣何に使うんだろう。そしたら、ここは間違いない。こうかな。まあこれでいいかな。オンにして、でハンマーでぶっ叩く。でこれで爆発。矢印をつなげろ。近づきすぎたらダメっていう話だったよね。でも離れてるのそれしかないしな。一回このままやってみようか。それはダメ。ああ、じゃあ内側だったらいい感じか。まあ、カウンターは食らわないからいいね。ち、遠すぎて届かない。さあ、リロード。まあ、これの繰り返しになりそうだね。とりあえず背後取って。そしたら背後を。取ったらどうなるのかと。やってみよう。ああ、攻撃当たるんだね。クククミサイル命中。マリオさん、ロックオンされてるマスを通るとミサイルが飛んでくるみたい。なるほどね。ま、全然 OK。1だしね。
さあ神の手どうかな。後ろからだったらいけるかな。で、OK。基本、後ろ、前って感じだね。さあ、正面に入ろう。でもさ、距離がね。そうなんだよね。距離がね。まあ、これでいくか。だよね。まあ、回復して進んでっていうルートだよね。これで変化は起きないね。さあヒントカードで見てみましょう。まあ、回復アイテムがあるからいいね。ミサイルがない今がチャンス。口の中を狙って攻撃しよう。ただし近づきすぎると危ないぞ。攻撃、あ、そうか、攻撃マス一回減らせばいいのか。そういうことね。ジャンプしてみよう。で、とりあえず A 押してたけど、まあそんな感じね。クソ危ない、このままではやれる。それでは必殺技、アーティスティックローリングミサイル。なんだろう、クラッシュブラスター思い出すな。さーて、で横行って下行って横、まあこれで行ってみますか。はい、アイテムゲッチュー。回復して後ろから、多分神の手っぽい気がするんだよな。さあ神ってる、蓋は閉まらない。ほう、じゃあこの状態で、蓋が閉まらないということはそのまま攻撃できるのかな。さあどうやって攻略するか。神の手で止めれるかな。ちょっと気になったけどね。さあアクション、さあ神の手使っていこうかな。掴める、マジで。さあ突き刺す、さあ突き刺す突き刺す突き刺す。いや、結構えぐい。神の手フィニッシュ、ボスクリアボーナス1550円ゲッチュ。まさか、デッサンも狂ったことがね、この完璧なミーが。まさかやられるなんて、アートは爆発ダンス。芸術は爆発やったね。さあ、魔法陣が出てきたんで、外しちゃいましょうかね。さあ、叩く？はいはいはい。
さあ、無事、一つ目、クリア。コングラチュレーションズ。さあ、赤紙テープ、クリアです。そして、紙ピラマックスアップ。やったね。わーい、やりました、マリオさん。やりました、私。赤の紙テープをクリアです。これもマリオさんと私のおかげですわ。袋がちょっと大きくなって、持てる紙ペラも増えたみたいと。さあ、次の紙テープ、どんどんいっちゃいましょう。次は青だね。赤いお山の青テープ、次に目指すのはあそこですわ、と。セーブ中。まあ、特には。あれ？ずっと見られてばかりだった。この私が今度は見る番です。へえ。いるだろうなと思ったけど。10コイン。あー、見てみたかったな。まあ仕方ない。勘が良かったのが悪い。じゃあ降りましょう。ありゃ、地面の落書きは綺麗さっぱり消えてますと。色鉛筆がいなくなったから消えちゃったのかな。まあ残念ちゃ残念だね。こいつ。さすがマリオさん、偽物の色鉛筆を見抜けるとはすごいです。まあそうだね、単純にね、単純にね、残ってたからね。調べる？まあさすがに降りれないか。ヒュー。おお、さすがマリオ。多分中心、裏から押せそうな感じがするよね。はい、押す。こっちから押すのかって。もう引くっていう発想がないんだよな。この辺りに。いる。おー、落書き消えてるね。まあでも荒れ放題なのは変わらないって感じか。あ、おー、頑張れ片付け。おお、そういうことね。目玉焼きにおられるのでそんなに私、目玉焼きに似てますか？確かに似てるね。じゃあ、これでオッケー。そうか。そうだね。目玉焼きフライ返しするって思わないの？それ、ただの、ね、失敗だからね。さあ、下に降りよう。おお、いっぱいいる。はい、ということで、今回こちらクリアですね。ということで、ピンポンパンポン。ピクニックロードにセンサー研究所がオープンしました。センサー研究所。はい、ということで今回はここまでとなります。次は青の紙テープですね。解除を目指して頑張っていきたいと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。